はい、どうもどうも、やけんです。今からですね、スケープロムタルコフやっていきたいと思います。皆様おはようございます。ちょっとね、今日時間ができましたので、タルコフ朝からやっていきたいと思います。まあ、お昼までとなっておりますんで、よろしくお願いします。また夜もね、できるかな。ちょっとなんかアップデートが来てると思うんですけれども、はい、やっていきたいと思います。それではスタートです。はい、ということでね、やっていきます。参加がとなっておりますので、よろしくお願いいたします。そう、シェアしよう。シェアぜひぜひ。うん。これでいいかい？よし、やっていこう。変更して、で、これや。レベル28だよな、多分。レベル28って言っちゃったけど。26だ、やば、間違えてる。直そう。すぐ直そう。訂正。26よ。言ってなかった。じゃあ、アルティンかぶっていきますかね。トタルイ、あ、ひまさん、はい、金沢山さんもおはようございます。今から行きますよ、いかがですか。なんか今日夜あれみたいだね、アップデートが来るみたいですね。で、ニキータがね、PVE の問題に迅速に対応しますみたいなこと言ってたから、治るんかな？わかんないけど。いける方いらっしゃいますか？今さんどうですか？暇さん。4時から5時間だっけ。うん、多分そうだと思う。で、今日僕、まあ朝はね、朝っていうかこの時間帯はまあ、暇さん、今は暇じゃないかな。あ、オッケー、わかった。じゃあまたよろしくお願いします。練習しとこう。
さっさっさ来るかな。マッチング早いけどね、どうなんだろう。このね、3、4回やられているシーンが全部機銃かグレーポンとかなんだよね、基本的に。気をつけたいな。アイテムの読み込みが結構遅いな。そんなもんか。もうやり始めてすぐ眠くなるっていうのはいけないこと、超ここだな。ダメだ。よし、行こう。アルキンかぶってるか全然わかんないな、感覚が。あ、いるわ。
護衛なのかな。やべ。さすがにあそこはダメすぎたか。何も聞こえんな。ひまさん、あそこ良かったけど装備的にどこもダメ。ダメか。よいしょ。重たすぎたか。ひまさん、耳が終わってるから無理だね。やっぱみんなといる時だね、アルピン。申し訳ない。おられたかな。ひまさん、やはりヘッドセットは偉大。そうだね、ヘッドセット偉大やね。なんだ？PMC オペレーションを using M4。 お、
これか、このタスクか。一重百千万7万 M4A1 かで、ん、この装備で倒せってことか、もしかして。ひまさん、この間行ってたタスクで経験値めっちゃ美味しかった。だよね。やろうかな。エリミネイトプレムシーオペレーティブ。だからあれでしょ、この装備で PMC を殺せばいいってことだよね、多分。あ、じゃあこれやるか。ヒエムアさん、6B43 来てその変なヘルメットつけて M4 でファクトリー。じゃあやりますか。皆さんがさっき言ってたけど、耳死ぬんじゃ、やっぱりヘッドセットできないんだ。ちなみにヘルメットヘッドセットつけれない。やっぱ言った通りだ。ちくしょう。M4 はカスタムしていいんでしょ、多分普通にできるか。俺暇さん、バイザーつけれるけどさん。バイザーつけるけどさん、そうなのか。もうファクトリーだからそんな遠距離意識せんでいいよな。西社郎さん、おはようございます。あ、西社郎さん、おはようございます。今日はね、ちょっとやってありますよ。2米にするか。2米スコープ。ミッシャロさん、さっきはすいません。さっきはすいません?何が?何かありました?これだけでいいかな。一旦マガジンいいよな。60連つけたらでもエルが下がるよね。ひまさん、自分はエルゴほぼなし反動重視の斜めサイトで終わらせたよ。ミッシャロさん、ディスコ一瞬入ってしまって。あ、いや全然大丈夫っすよ。自分はエルゴほぼなし反動重視、反動重視。あー、水平反動とかそういうこと?何つけたんかな?ひまさん、アイスはある。アイスある。
ASR。それが何なのかわからない。ちょっと待って。ひまさん、サップ。ASR。ASR、ASR、ASR。ASR。ないよ。あ、サップってこと。ひまさん、下から3の左から3。下から3の左から3。あ、これか。これや。もう。これやってみる。これいらないかもしかして。ひまさん、サプをつけないと。ああ。これにサプレしそっか。おお。こういうことね。ないやん。長い。すごい長い M 方法でした。タスク用って書いてある。んで、どうしようか。そうだ、バイザー。ちょっと待って。これか。
10人でしたか。あ、ここ。待って、ここ一番嫌なんだけど、待って。スカバー相手にあんなに打ってたら終わるな。スカブかい。あいつらどこにいんだ。全然足音聞こえない。
良くない傾向だね。黙るっていう。どうすっか。ひまさん、自分はそろそろドローン。ありがとう。またね、ひまさん。コメントいただき感謝でした。近場いいのかな。視界がかな。オレンジバンディットしそう。いないな。よし。あ、普通にあさりに行ってもよかった。これフラバン投げながらガンガン行った方がいいな、多分。ガンガンかな。わかんないけど。だ、あと一個だ、ストライク。やるぜ。The Punisher。
今はね、無傷で帰れたけど、わからんからな。最大12。ちょっと待って、一瞬離れます。さあ、行きますかね。無駄しないで行こう。
閉まらんのか。反響しすぎてわからん。わかんないな、全然。あの時見方はタギラっぽいんだよな。なんか。下にいるんかな。消せ集める。
見えた。スキャップスポッド。Давай. Давай, давай, давай. うう、3点やったからいいか。よし、4進んだ、あと6。4体やっとる。これわからんかったな。じゃあ、あと5だ。よし。あ、銃持って帰ってくるの忘れた。最悪や、もういいや。あれだな、ザグスティンとプロピタルはやっぱ必須だな。G36 持ってた。ああ、マジかよ。見えてなかった。
行こうもうまあそう。よし、行こう。このとこ来んなって。これ名前から来るかも。とりあえず。事務所に走っていくやつは見える。あの場って言って Fellas, let's put some fucking lead in them.
バッカケた状態。タギラやった、危ねえ。まあスイッチも取れないな。
いや、無理無理だ。あそこでなすぐマガジン書いてたら大丈夫だったけどな。まあタスク終了したんで、ちょっと欲張りすぎましたね。欲張りすぎた。後からでもよかったのに。排除してヘッショだったの。そうでしょ。1,2,3,4,5 OK 終わったタスク。できたよ。なんだろう、達成感あるの今。一旦これで終わるか。何が利用可能とか言ってた。わお。あ、ラボに行ってこいってやつ。で、アクセスキーね。ゼロ行くか。
あれ、蛇口って言うんか。めちゃめちゃ安い。マサオだよさん、こんにちは。こんにちは。あ、マサオさん、ありがとうございます。見に来ていただき、どうも、親健と申します。ツイッターでね、コメントの、あ、コメント？はい、いただきありがとうございます。フォローさせていただいておりますね。フォローしていない、なんでだ。あれ、俺勘違いしてんのかな。マサオさん、申し訳ないです。なんか同じ名前の方がいらっしゃるような気がする。失礼しました。急にびっくりされました。どうしよう、スタロ夜行くべきかな。迷う。一回明るめで。で挨拶してるのはマサオだと思います。あ、そうなんです。じゃあ当たってるか。ありがとうございます。あ、待って、回復薬1個持ってない。やば。バローやられてるんですね。僕も前はやってたけど、やってたっていうかやってた部分もあったんですが、最近はちょっとやれてないんですけど、ありがとうございます。作詞にこっちもとか。あ、でもグリーズ、うん、ミュール。今ね、レイドっていう中で、出る前にちょっといろいろ準備をしております。マサオだよさん、自分もタルコフ遊んでたんですけど、難しすぎて見る側に回りました。あ、そうなんですね。 PVE は、まあ、PVE はどうだろう、わりかし優しい感じはあります。でもだんだん難しくなってますね。確かに。でも楽しいですよ、やってた。俺も最近、なんだろう、少しずつやっぱりちょっとマップとか覚えないといけないなとかいろいろ思って、一人でもできる限り配信しようと思うんですけど、一人もだとね、かなり難しかったりするし、難しいですよね、ほんと思う、このゲームは。マサオだよさん、
サバゲーが好きなので見てても楽しいんです。あ、そうなんだ。確かにその感覚もありですね。まあ僕はちょっと下手くそですけれども、はい、楽しんでいただければとても幸いです。待ってよ、ちょっと今から行くマップはストリートオブタルコフというマップなんですけど、ちょっと重たいんであれなんですけど、まあ、まあちょっとね、タスクをできるかどうかわかんないですが、やりつつ行きたいと思いますが、あれ、ちょっと待って、これペット、あれだよな、前のやつとは違うか、タスクが。ちょっと違ってたらえらいことになるんで、一旦見ます。ペットワンズニードイッツは、基本的に途中で死んだらやり直し。一回できるかどうかわかんないのかな。動物病院探す。動物病院の、放射線技師のお部屋を見つける。そこまでか。鍵必要じゃない。放射線技師の部屋の鍵。フィアーだから不必要なのか。ちょっと一旦見ます。マサオだよさん、マサオはクマキャラ設定なのでタルコフでもウッドに通ってました。めっちゃいいじゃないですか。そういうの大好きですよ。素晴らしい。ないな、バンテージではないもん。いや、ないな。まあいいや、普通に行こう。ちょっと行きます。これが多分今日朝、ん？昼の最後のレイドになります。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 マサオだよさん、さ妖怪です。ありがとうございます。嬉しい。まあ、平日はね、夜中の10時ぐらいから、まあ大体1時、2時までやってるんですけど、まあ、今日も多分やってると思いますので、ぜひよろしくお願いします。だいたいタルコフかエイペックス。バロラントもやりたいんだけど、ちょっとね、試合時間が長すぎて、ちょっと、僕がやる時間帯には厳しかったりするんですが、でも楽しいですよね。夜が好きです。マサオだよさん、バロは配信というよりみんなでワイワイするのが楽しいですよね。そうですね。それがいいんだよね。あ、しかも、マサオさん、すいません。なんだろう。おはように気づけてなかったです。ありがとうございます。返答しちゃう。マサオだよさん。では、改めて、おはようございます。改めておはようございます。こちらこそおはようございます。X でも大変返答いたしました。ありがとうございます。
ここはちょっと金策なんで、基本倒しはあんまりしないとこかな。した方がいいけど。でもあれなんだよね。基本的に、なんて言ったらいいのか。スナイパーじゃないし。どこですか、ここ。最悪です。僕が分からないところで湧きました。一旦。あ、分からなくはないです。OK。大丈夫だ。よし、アサリに行けるぞ、多分。マサオだよさん、タルコフは楽しみ方が豊富なのが良いですよね。そうですよね、本当ですよ。さあ、ここで、タルコフでも美味しいと言われております。こちらの、こちらじゃねえ、こちらだ。それにあっちの奥も美味しいんですけど、めっちゃ。まず外の。マサオだよさん、敵を倒したり、かくれんぼしても許される。そう、本当です。待って待って、いる。最悪だ、どこにいるんだよ。いやー、もう最悪や。最悪だ。安全じゃないんですね。入ればよかった、無理くりでも。ちょっと。一人やったかな。やれたらいいけど。マサオだよさん、あちゃー。最悪だ。あそこ、来るんだね。マサオだよさん。戦場に安息はなかった。なかったっすね。インレードも外れたし。まあ、レード関係ないか。でも、ビットコイン持って帰れたんで、まあ。やれてね。あ、やれてる、一人。いや、持ってったのはいい。四人いたわ。ショック。羽衣か。ボコボコです。車線隠れなかった俺が悪いな。あんだけでしてるもん。はい。ということで、ちょっとまあ、今持ち帰ったものを少しだけ打って終わります。難しいね。うわぁ、ショックすぎる。76万も受けたけれども、はい、いや、もう今日は一旦これで終わります。はい、本当に見ていただいた皆様ありがとうございました。これからもいろんなゲームやってまいりますんでよろしくお願いします。マサオだよさん、お疲れ様です。初見で大量コメント投下しちゃいました。また遊びに来ますね。いや、マサオさんありがとうございます。全然ガンガンコメントしてください。ありがとうございます。
今日はですね、ひまさん、羽田ライブさん、そして西原さん、ありがとうございます。マサオさんもコメントいただきありがとうございました。はい、ということで、これからもいろんなゲームやってまいりますんで、よろしくお願いします。ちょっと来週かな、X にて、まあ、週の何をやるっていうのをアップしていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。